presented by FM 読みタイム。読みラジスタート。長い足にくびれた腰サルサ踊るセクシーバディにみんな心奪われてるラティンダンスちょっと自信があるよベイベー今夜はつくもえるザベイビー come with me tonight 2014年2月25日火曜日時刻は午前9時になりました。観光情報番組よみたんラジオ本日のナビゲーターは前川あやみがお届けしてまいります。おはようございます。皆様火曜日の朝でございます。どんな、朝を迎えておりますでしょうか。今日はですね FM よみたんのサテライトスタジオではなく本スタジオからの生放送となりますので、はい、よろしくお願いいたします。さあもうね先週のね週末あたりからはお天気がこう安定してすごいポカポカ陽気がね気持ちいい日が続いておりますけれども、やっぱりねその前に雨だとかねちょっとぐずついたお天気があった分やっぱこうやって太陽が出ると気持ちいいなって思いますね。はい、いかがでしょうか。やっぱりこう雨もいいですけどね、その後に虹とかも見れますから、はい、でもやはりこうやって朝から太陽が顔を出してると、はい、爽やかにまた一日始めることができますね。はい、いかがでしょうか皆様。さあさあさあ、もうねソチも一段落して、ソチオリンピックも一段落してね、また今までの寝不足分を皆さん取り返さないといけないですね。はい、ずっと夜更かしして、夜も起きてねソチオリンピックに行こう、もう注目していたっていう方も多いと思いますけれども、ぜひね体も休息日を取りつつ、お仕事もねそして頑張っていただきたいと思います。そして観光にいらしてるあなた、レンタカーで今このラジオ聞いてくださってる方ねいると思いますけれども、おはようございます。はい、どちらからいらしたんでしょうかね。このラジオ聞いてるということは、おそらくねレンタカーを借りる際にね OTS オリックスレンタカーのねご利用の方はドライブマップの受け取って、でその中に挟まってたこの読谷ラジオのフライヤーをご覧になったのかなと思いますけれども、はい、読谷村というですね日本一人口の多い村からこのラジオ生放送でお届けしております。読谷村ってご存知でしょうか、ね、初めて名前を聞いたっていう方もいれば、あ、行ったことあるっていうね観光にいらしてる方なんかも多いと思いますけれども、読谷村現在人口日本一多い村でございます。ぜひ、訪れていただいてね、あなたなりの、はい、読谷村を五感でフルに感じていただければなと思いますので、はい、あなたのお越しもお待ちしております。さあ、この観光情報番組よみたんラジオはね、よみたん村のイベント情報や魅力など、皆様にお届けしてまいりますので、ぜひ、このラジオを聞いてねよみたん村に関する情報などもゲットしていただければと思います。さあさあさあということで、皆様にお届けしてまいりますこのラジオ、ラジオにプラスですねネットでの配信もしてまいりますので、ぜひ、ネット環境そしてスマートフォンなんかをお持ちの方は、FM よみたんと、はい、検索していただきまして、そちらから動画もね見て聞いて楽しんでいただければなと思います。ではでは今日もね10時までの約1時間となりますよ。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。本日の読谷ラジオドライビングナンバーをお届けいたしましょう。マルーン5で Moves Like Jagger。
You wanna know how to make me smile? Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else. さあ本日の読谷ラジオドライビングナンバーでお届けいたしましたのはマルーン5で Moves Like Jagger。 ノリノリで、ねドライブに出かけてみてはいかがでしょうか。読谷村でお待ちしておりますよ。9時9分となっております。ここで皆様に本日のお天気予報をお届けいたしましょう。まずは本日午前4時38分、天気大きな失礼しました沖縄気象台発表のお天気概況からお届けいたします。本日本島中南部本島北部の沿岸の海域では25日夜から波が高くなる見込みです。沖縄本島地方は気圧の谷の影響で雲が広がっておりますが、大東島地方や先島諸島は高気圧に覆われて晴れています。本日25日は沖縄本島地方は気圧の谷の影響で曇り所によりにわか雨があるでしょうと、なっております。ちょっと傘を忍ばせて、お出かけになられてもいいかもしれないですね。はい、本日のお天気は曇り、風は東の風のち南東の風、波が 1.5 メートルのち 2.5 メートルと出ております。降水確率はこの後お昼12時までが 20%、 夕方6時そして深夜0時にかけて 30% と出ております。日中の最高気温は21度となっておりますよ。さあね、イモーニングのみゆきさんとのクロストークでもね、話しましたけれども、私は今日は半袖でございます。はい、ポカポカ陽気でね、室内なんかはね半袖でもいけるなって思ったんですけど、はい、どんなでしょうか。外は風は冷たいのでね、皆様ちょっと暖かい格好で、お出かけください。さあそして、このラジオでしか聞けないコアなお天気情報を皆様にお届けいたしましょう。お届けしてくださるのは読谷村宇佐にございます、憩いの広場内のレストランティータサンサン店長の比嘉店長でございます。では呼んでみましょう。比嘉店長おはようございます。お願いします。おはようございます。宇佐上空海側にはちょっと雲がかかってるんですけども、全体的には雲はまばらで、前川さんおっしゃってたようにちょっとポカポカもしておりまして、眠くなるような感じですけども、はい、今日も気合を入れて頑張りたいと思います。海穏やかですね。なんか午後からちょっと波が出てくるよっていう風なにおっしゃってましたけども、今は穏やかです。そうですね、ちょっと動物園、動物の数が、ヤギさんがちょっと一頭少なくなったりしたので、寂しくなってますけども、それでもウサギさんもニワトリさんも、
元気ですので、はい、でお子さんたちまた遊びに来てください。で、あの鶏1羽ですね、ちょっと飛ぶようになりまして柵を越えて外に出るんですけども、中に入れてもまた出てくるので、気がついたらまた自分で戻るので、なんかあの鳥さんが逃げたってちょっとお子さんたちいつもあの報告くれるんですけども、まあ自然に帰るんでそのままでいいですよって言ってますんで、直に触れることもできますよ今はそんな感じです。はい、ありがとうございます。もうなんかどんどん鶏が野生化してるんですね元気ですね。元気ですね。いや、ぜひね、ご家族連れの、ね、方もね、小さなお子様と一緒に訪れてみてはいかがでしょうか。餌をね、あげたりもできますので、ぜひお立ち寄りください。ということで、比嘉店長、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。番組読谷ラジオをお届けしております。まもなく CM に入るわけなんですけれども、この後 CM 明けましてリスナープレゼント情報を皆様にお届けいたしますので、お聞き逃しなく。そして、読谷なんでも調査団、本日はですね、読谷村の戸口というね、地域にちょっと、着目してみました。そして、その後は読谷村商工観光課より、職員ね、ゲストに入っていただいて、一緒に読谷村の魅力、イベント情報などもお届けしてまいります。読谷村のね、情報を少しでも多くゲットしていただいて、はい、再発見、新発見の読谷村をね、感じていただければなと思います。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りいたします。さあ、皆様がいらっしゃるところのお天気などもいかがでしょうか。皆様からのメッセージもお待ちしております。 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp までお寄せください。 CM の後もまだまだ続きます。読谷ラジオです。めー、読谷村の草は美味しいね。ギャオ、僕は虎だ、ギャオ。観光情報番組読谷ラジオに来たメッセージ、
全部食べちゃうからね。ダメだぞガオー、僕トラだぞガオー。めえ、観光情報番組読谷ラジオだぞガオー。めえ、オットセイ何でもいる。ズーズーズーゾーはゾーゾー。三つ星かざしてたかだかとビールに託したうちなの夢と飲むから美味しいさ、おじい自慢のオリオンビール、おじい自慢のオリオンビール。いいよそうそう、島とつくもの何でも好きで、うちなですね。いいね、やっぱり指笛とかはね。はい、なんだかこうちもわさわさします。さあ、ここで読谷ラジオからリスナー様特典情報からまずはお届けいたしましょう。読谷ラジオごちそう屋様様リスナー特典情報でございます。読谷村にある、居酒屋ごちそう屋様様さん、こちらですね、読谷村の県道6号線沿いにある居酒屋で、建物も看板もオレンジと赤ととてもね目立つ特徴のある、ね、建物となっておりますので、すぐにわかると思いますけれども、そんな居酒屋ごちそう屋様様さんからなんとラジオを聞いてるあなたにお得な提供がございます。観光情報番組読谷ラジオを聞いて入店時にキーワードを言っていただくだけで、ビール、麦職人か各種カクテル類、酎ハイ各種、ハイボール各種、もしくはソフトドリンクのどちらか一杯を無料で提供いたします。さらにお子様連れの方はお子様限定でデザートのサービスもいたしますよ。さあ、入店時に店員さんに伝えていただくキーワードはこちらでございます。さまさまは FM 読谷を応援します。さまさまは FM 読谷を応援します。さあ、このねとてもありがたいキーワードを、はい、ぜひ入店時に店員さんに伝えていただいて、乾杯の、ね、ドリンクだとか一杯無料になりますのでね、はい、10名で行っても10杯無料、20名で行っても20杯無料となります。そして、さまさまはですねランチなんかもありますので、500円から楽しめるランチなどね、格安でお腹も心も満たされますので、ぜひそういった面でもねこのリスナー様特典情報をご活用ください。以上、ごちそう屋さまさまリスナー特典情報でございました。さあ、続きまして読谷ラジオリスナープレゼントでございます。さあ、こちらですね、はい、朝お天気情報をお届けしていただきました。読谷村宇佐にございますレストランティーダさんさん、こちらですね読谷村の宇佐の憩いの広場という場所にあるわけなんですけれども、そのレストランの前にですね世界最小最軽量の日本初上陸小型絶叫マシンがございます。その名もチンブルゲーラー。なんとね、自分でコントロールする新感覚の絶叫マシンとなっておりますので、はい、人がね操作するのとはまた違ったねスリルが楽しめます。こちらのね、チケットをペアで一組ご用意しております。こんな晴れた日なんかにはねいいと思いますよ。目の前には広がる東シナ海がね一望できまして、その横には8メートルを超える日本一大きなシーサーも見れますので、ぜひ、こちらのねリスナープレゼントゲットしてください。宛先は、FM 読谷まで、すべて小文字です。 FM 数字の786 @ FM 読谷 .co.jp、 FM 数字の786 @ FM 読谷 .co.jp、 そして電話でも受け付けております。098-958-7860 098-958-7860、はい、お名前とご連絡先を忘れずにお伝えください。皆様からのご応募お待ちしております。読谷、何でも
調査団。さあ、こちらのコーナー、読谷なんでも調査団でございます。この読谷ラジオのねナビゲーター、私とそしてもう一人比嘉雅也さんがいるわけなんですけれども、その二人がね、読谷村内をね、いろんなもの、もう歴史自然文化人、そしてショップだとかレジャー施設だとかいろいろある読谷村ですけれども、そのね、中から一つ一つ毎日ねピックアップして、皆様に読谷村に関する情報をお届けしていくコーナーでございます。さあ、本日は私ナビゲーターの前川あやみがね訪れた場所、どこなんでしょうか。はい、そちらもね合わせて、お聞きください。どこなんでしょうかというか、戸口に行きました。はい、では読谷村の戸口の地域に関する情報、皆様お届けいたします。戸口の村屋跡でございます。村屋跡は現在の公民館にあたる建物で、あざ戸口の中心的な場所だったと言われております。そしてその近くにはですね、戸口上がり原遺跡という場所があるんですね。1975年から、連続3回にわたって発掘調査が行われて、今から約7000前の地層から7000年前の地層から爪型文土器が、そして約5000年前の地層からはそば田式土器が出土された場所でございます。それがこの戸口上がり原遺跡でございます。この発見で沖縄の土器時代の上限が3500年も遡って、沖縄の土器が九州を発祥とすることが分かったことから、戦後の沖縄考古学において最大の発見と評価されている場所でもございます。さあ、他にも近くにはですね、特攻艇秘匿洞窟群だとか、電信屋跡、盆地碑、そして米軍上陸の地の石字がございます。さあ、この米軍上陸の地の、石字がある場所はですね、戸口ビーチのもうすぐ隣になっております。沖縄戦で戸口一帯が米軍の上陸地点になったことを後世に伝えるために、設置された反戦を誓うモニュメントとなっております。さあ、そして、戸口のビーチのですね、一番先の方にはトゥマイグシクがございます。こちらですね、ぜひ一度は訪れてほしい場所なんですけれども、トゥマイグシク、北山の落ち武者が隠れて過ごしたという伝説があるグスクで、波に深くえぐられた、貴重な、不思議な形の岩が見せる風景が、かつて南沖縄八景の一つに数えられた名勝地となっております。さあ、このトゥマイグシクですね、私も実際に何度か足を運んだことがあるんですけれども、本当にそこだけ空間が別世界に入ったかのような、そんな感覚を覚える場所、それがトゥマイグシクでございます。本当にですね、岩が不思議な形に削られて、その中を、岩の下をくぐりながらこう海を眺めれるような、そんな場所になっております。とても静かな場所なので、晴れた日のお昼下がりなんかにはゆっくりのんびりしたい気持ちの、のんびりしたい時だとかにはですね、お散歩がてら、はい、戸口ビーチのね、公園の方に、戸口ビーチの駐車場の方に車を止めていただいて、その近く、その周辺にこのトゥマイグシクがございますので、ご散歩がてらですね、はい、ぜひ遊歩道を散策して。さあ、失礼いたしました。私がね、途中でインタビューの音源を止めてしまいました。大変失礼いたしました。はい、ですね、すいません、途中ではあったんですけれども、読谷村のね、戸口という地域の、ご紹介を皆様にお届けいたしました。戸口はですね、本当に歴史的な遺跡だとかね、そういったものも数多くありまして、先日
取材に出た際に、たまたま声をかけた方々が、まあ、修学旅行だとかね、大学のね、仲間で旅行に来ているっていう方々がいたんですけれども、ここ、なんで読谷村の戸口にね、今日足を運んだんですかって聞いたら、この歴史的なね、足跡をたどる中で読谷村に来たと。で、読谷村のね、戸口は、歴史、まあ、の中で、戦場でね、アメリカ軍が初めて沖縄に、ね、上陸した地でもあるということで、その礎を見に来たということでした。はい、そういった巡り方もあるんですね、ということでね、お話をしたことがあるんですけれども。ね、いろいろとこう、旅に来る方、テーマを設ける方も多いと思いますけれども、歴史的なね、テーマで見ると読谷村は絶対に外せない、そんな場所となっております。ぜひ、読谷村のね、戸口という場所にも訪れてください。ビーチなんかもあるので、ご家族連れでも、楽しめると思いますよ。はい。皆様ね、ぜひ、戸口の方に足を運んでいただければなと思います。さあ短くなりますが CM まで照屋武史とヤーニンジュの皆様でチナヌバンジョです。誰ですか？読谷村に観光に来たんだけど、読谷村の情報を教えてほしくて。だったら観光情報番組読谷ラジオ聞きなさい。ありがとうおじさん。待て待て、あんた芋掘っていきなさい。手伝いなさい。さあ、読谷ラジオ9時からスタートしております。シーマー明けまして、時刻は9時31分、まもなく32分になるところでございます。続きましては、こちらのコーナー。
毎週火曜日は読谷村のインフォメーションでございます。本日もですね、読谷村の商工観光課よりスタッフさんスタジオに入っていただいておりますね。ユーストリームのね動画でご覧になられている方はもうご存知ですね。男性一人と女性一人でございます。では早速お声をいただきたいと思います。じゃ女性の方からよろしくお願いします。商工観光課の遠山です。よろしくお願いします。はい、遠山さんおはようございます。おはようございます。久しぶりですね。はい、肩2回目です。そうですよね。なんかこう緊張してるのがすごく伝わってきます。いえいえとんでもないです。さあそしてもう一方男性の方いらっしゃいます。おはようございます。はい、おはようございます。商工観光課のマットです。今日は、はい、ももちと一緒に来ました。よろしくお願いします。ももちさんとね、よろしくお願いいたします。なんだか新鮮ですね。こうやって2人入るっていうのもね。このパターンは初めてだね。このパターンは、初めてだね。初です。はい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 。ももちさんがもうずっとなんかこうね硬い感じがしますけど大丈夫です。一緒にトマミン、トマミン見て笑っちゃう。トマミン見て、はい、癒される。落ち着いたらいい。トマミンって何かなっていうところ、もう早速ねちょっと聞いていきましょうか。さあ今ね出たワード、トマミンというのは一体何ぞやとね思った方、読谷村では先日まで、読谷村のイメージキャラクター総選挙たるものが行われておりましたね。そちらも投票も終わったということで、はい、はい、いかがでしょうか。この投票の様子など状況は。あ、2月とかからですね、23日まで、はい、村内いろんな場所でですね、投票があったんですが、投票が、先週の日曜日で終わりました。で、それでですね、いろんな場所から、ウェブからも、いろんな場所でも投票用紙もですねだいぶ今日集まってまして、はいはいはい、昨日からかな、はい、集計作業、集計作業に入ってます。そうな、これだってもう投票用紙とそれからネットでの、ね、そうですね、応募もありましたもんね、はい、ウェブからもありましたし、滝沢村の方からも投票用紙、はいはい、向こうで書いてもらって、はい、そうなりましたね。こう先日、まあ、ちょっと話飛びますけれども、この過ぎた土日はね、うん、読谷村からスタッフが何名か岩手県の方に向かって、そうですね、はい、正式に人口日本一の村の引き継ぎ式が行われたということでしたけれども、はいはい、その岩手県のそのイベント会場でもこういった投票用紙を配って、そうですね、はい、あ、じゃあ岩手県の方からも投票をいただいたってことですね、はい、100票ぐらいはあったようなので、まあ、それも加えてどうなるのか、はいはい、そしてまた週末八千代市だったので、はいはいはい、八千代市の会場でもその投票をやってたんで、だいぶたくさん来てたよね、はい、結構すっごいたくさんの方が投票してくれました。あ、そうなんですね、うん、いや、まあ、なんせねこの岩手県のイベントもね盛り上がっておりましたし、うん、そしてまたここ読谷村でも八千代市、どのぐらいお客様入ったんでしょうかね。いや、例年3万人っていうのは、去年は3万人ぐらいは来場者数があったっ、今年もそれぐらいだったと思います。すごい飛行、こっち の, 駐車場も満杯で、はいはいはい、で会場も、10時から、はいはい、だったんですけど、す、ね、9時にはもうたくさん来てて、うん、そうですよね、もう車が本当に、はい、もう10時にはいっぱいになってるっていう状況だなっていうことでびっくりしたんですけれども、ある店舗はもう日曜日の早い時間にも物がもうほとんどなくなっちゃって、はい、もう行列ができてましたね、はい、本土からはねこういったこう八千代市目的で、この八千代目的でツアーを組んでくるっていう、うん、そうですね、方々もいるみたいですね、はい、いるみたいですね。なので、まあ、ちょっと八千代市で、まあ、購入できなかった方は、まあ、その工房に行ってもらうとか、はいはい、まだものとしては若干あるとは思うの で, そうです、ね、まあ、ちょっと手にできなかった方は、うん、そちらの方に足を込んでもらいたいなとは思ってますけど ね,、はいはい、そうですね、読谷村内の工房に、すいません話が飛びましたけれども、だから ね, だからね飛んだねだいぶ飛んだねそうそう、戻して、イメージキャラクター総選挙ですね。こちらはですね今集計中ということで、そうですね、はい、前回、まあ、中間でですね、中間発表も、はいはい、前回あったと思うんですけど、うん、中間発表はうちの桃内から、はいはい、ちょっと聞いてみましょう。何日付だっけ。ですね、2月14日付の中間発表、はいはい、では1位が読谷。お、読谷人気あるね。大人気の読谷なんですけど、はい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 、で次はジンベ君が2位で、うん、
なるほどね。読谷村の富谷漁港の沖にはジンベエザメも、ね、あのいるっていうことで、そのジンベエ君と、そして、そして3位がインコさんで、インコさん、あ、赤インコの、赤インコのね、三神の、はい、始祖と言われてる赤インコさんですね。で、噂のトマミンは、噂のトマミンは、トマミンはなんと5位です。なんとも言えない順位ですね。残念だ。検討してます、検討してます。そうだね。さあね、合計ね、6つの、6つ、6人、6つですね。そうですね。キャラクターが候補として上がっていて、それぞれね、公約も掲げていたわけなんですけれども。はい。はい、こちら、ちなみに結果はいつ頃、まあ、3月末には、はい、発表ができるかなと思っていますが、ちょっと集計、今日から入って、うん、昨日から入っているので、はいはいはい、まあ、それをもとにまた決定 の、 手続きも難しいな、手続きも踏んでいくので、なるほどなるほど、決まってからですね。あ、はい、そうですね。どのキャラクターが、ね、選ばれたのかというのも、ね、またちょっと楽しみなところでございますけれども、うん、はいはい、あなたが、ね、投票したキャラクターが選ばれているといいですね。そうですね、はい、キャラクターといえば話飛びますが、はいはい、今日中日ドラゴンズのマスコット、はい、ドアラが、はいはい、古源中学校の校門で挨拶運動しました。なんとなんと、はい、そうなんですね。やった、今さっき、今さっき終わってました、はいはい、終わった、はい、そんな初でちょっとチャレンジしてみたんですが、はいはい、子供たちも大喜びで、ですよね、だって朝投稿してドアラがいるって、はい、おはようございます、そのパネル持ってもらってね、あ、そっか、ドアラは一応喋りこそ知られないのも、そうですね、はい、いや、もう見た目がすごい可愛くて超人気ですよね。あ、道行く6号線沿いの、県道6号線沿いの人たちもこう手を振ってくれたりですね、はいはい、あ、ゆみたん高校からも、ゆみたん高校来ないのとかってですね、はい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 、可愛がられてました。そうですね、現在ね、もう読谷村には中日ドラゴンズの2軍がね、いらしているということで、皆さんキャンプにもう大詰めですけれどもね。そうですね、もう27日でキャンプ打ち上げなんですが、はい、なんと今週ね、今日です、今日ももちからお知らせがあります。ももちさん、何でしょうか。今日の1時からですね、はい、平和の森球場で、はい、このキャンプ最後の練習試合が行われます。あ、なんとなんと今日が最後の練習試合と、はい、今日の対戦相手は、うん、韓国の SKY バーンズと対戦します。ほう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 、うん、韓国の選手との練習試合が見れると、はい、これもう観戦は無料ですね。入場無料です。へえ、ね、いつもテレビの向こうで見るような、ね、試合がここ読谷村でなんと無料で見れるということで、素晴らしいです、ね、プロの選手とこんな風に身近にこう見て、ね、観戦できるっていうのはやっぱこの時期ならではの沖縄県のね、まあ、うん、特徴魅力でもありますからね。ちなみに、はい、桃地さんは野球は、私はキャンプから大好きになりました。キャンプでこう毎日練習してるのを見ていて、はいはいはい、すごいファンになりました。昨年からか。昨年からです。本当にも う、はい、もう中日大好き。大ファンです。大ファンです、ね。やっぱりこう今まで全くね、もう知らなかったっていう方もね、うん、野球だとかそういったこう実際にねルールだとかも、でもこういうふうに直接足を運んだりとか身近にこういう存在があるとなんか急にこう好きになりますよね。うん、そうですよね。興味も湧いてね。今言うように練習見たり、そのままやっぱり選手とちょっと触れ合ったりすると、うん、もうその選手頑張ってるのも分かるし、まあ、1軍目指して頑張ってるのも分かるの で、ね、応援もしたくなるし、球場に足を運びたくもなると。はい、そうですよね。ほとんど通ってるよね。ほぼ毎日お昼休みに通ってます。そうなんですか。で大好きよね、今この球場で、はいはい、この中日ドラゴンズグッズと、あ、そうか、そうか、読谷村とこのドアラのコラボグッズ、うんうん、なども売ってまして、はい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 、でそのグッズ売り場から練習風景がすごいよく見えるので、なるほどなるほど、毎日そのグッズ売り場の方に行って、はいはいはい、ちょっと残念ながらコラボ商品をもう売れちゃったんだけど、うん、そうなんです、え、もう売り切れちゃったんだ、もう完売で、もう大人気で、あら、ただちょっと T シャツ、 T シャツと、はいはい、あとちょっとなんだっけ、関連グッズか、関連グッズはまだ、うん、残ってるそうなので、もうあと2日でだよね、そう、手に入れるのやっぱそうですね、もうキャンプ終盤となるとこうやってもグッズもねどんどん売れていってね、まあ、残りわずかというわけなんですけれども、
ぜひ観戦に来たらね、こういったグッズなんかもね、あの記念にお土産にゲットしていただければなと、ね、思いますけれども、この読谷村でしか、ゲットできないオリジナルグッズとなっておりますので、うん、ぜひぜひ、ね、あのたまたま桃地さんに会えるかもしれないですからねどうだと間違いない、どんなよいやもうこのファンの方とたまたま八千夢市でお会いして、はいはい、あれあなた球場に いつもいるよねって言われてはい、ちょっとお昼休みに遊びに行ってますって言って覚えられてる、覚えられてたいいことじゃないですか、ね、ちょっとびっくりしました、ね、つながりがあっていいじゃないこんな感じ で、あの観光客の方ともファンの方とも交流できるのではいはい、はい、すごく楽しいです。そうですね、はい、駐車場にはね、もうワーナンバーレンタカーでねお越しになられてる方なんかも多く見受けられますし、ね、本当に本土からこのキャンプを見るだけのために飛行機でね飛んでくるっていう方もやっぱ取材に出てると多いなというふうに感じたので、はい、やっぱこういうのがこう選手のねこう励みにもなりますからね。そうですね、はい、日本一人口の大江村でね、練習している中日ドラゴンズが日本一になりますようにと。素晴らしい、ね、素晴らしいです、いいコメント、はい、いいコメント、いいコメント、ありがとうございますお褒めの言葉をいただきましたけれども、はい、さあさあ、走行しているうちに、ね、残り時間あと1分半もなくなりましたけれども、はい、はい、まあね、まあ、先週末も週末読谷村のイベントもね、にぎわいを見せて、またこうやってキャンプ終盤と、ね、はい、それから総選挙の結果とまた楽しみもね、そうですね、また今週、はい、ましたけれども今週末はまた村の読谷村の植樹祭が読谷中学校の近くで行われたりします、はいはい、が僕は、実は鳥栖の開幕戦を見に行くことになってます鳥栖に応援に行きます。サガン鳥栖さんもね先日読谷村にキャンプに来てましたからね。そうなんですよ、3月1日が開幕戦なので、うん、はいはい、村内から、まあ、十何名かな、うん、ツアーで一緒に応援しに行ってきます、うんうん、はいはいはい、はい、楽しみです。そうですね、なんせマットーさんはもうねサッカーに熱い男ですからね野球にも野球にも熱いですということでね、皆さん、27日までの、はいはい、キャンプとなりますので、中日ドラゴンズの、ね、選手の応援にもぜひ駆けつけてエールを送っていただきたいと思います、はい、さあ残り20秒も、なくなってまいりましたということでね、今日は桃地さんまたスタジオに、ね、ぜひいらしてください。はい、次も来ます、次は来ます、はい、お待ちしておりますということで、今日はマットーさんと桃地さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。いや、みんな聞いてる？ミッキーだよ。観光情報番組読谷ラジオ聞いてる？今日は僕の友達を紹介しよう。はい、ミキー、私ミニーよ。それに友達じゃなくて彼女、もう照れてるんだから。あは、僕の友達じゃなくて彼女だってミニーだよ。さあミッキー、今日はどこにデートに行く？観光情報番組読谷ラジオを聞こうね。わかったわ、読谷村のあそこで待ってるわ。読谷村のあそこ、観光情報番組読谷ラジオ、あ、読谷村で待ってるから。
さあ観光情報番組、本日も9時からスタートしております。365日朝9時からね、生放送でお届けしているこの番組でございますけれども、本日はサテライトスタジオではなく FM 読谷の本スタジオから生放送でお届けしております。はい、なんだかね、こうもうあっという間にいつも時間が来るなという感じがいたしますけれども、はい、さあ皆様今日はね、どんな一日を過ごされるんでしょうか。学校、そしてねお仕事ね、地元の方なんかは、そして観光にいらしてる方なんかはね、ドライブね、いつも予定を立てていろいろと回ると思いますけれども、私から読谷村をね、楽しむドライブコースをちょっと提案してみたいと思います。こちらね、ぜひ参考にね、してみてください。さあまずはですね、レンタカーでお越しの方、レンタカーだからこそ回れるようなそんなドライブコースでね、読谷村を楽しんでいただきたいということで、さあまずはこの後大気王国紫村に行きます。ご存知でしょうか、読谷村の高志穂にございます。楽しいがいっぱい体験王国紫村、32の工房、101の体験ができる感動体験テーマパークでございます。そこでね、感動体験ね、様々なものがありますので、そこで、楽しんだ後は、はい、その園内にございますレストラン大気、もしくはジャナテーさんの方でですね、うちな料理をね、はい、ご堪能いただければと思います。園内にあるのでね、移動に時間は全くかかりません。はい、でお腹も満たした後は、今度は車でね移動して、約まあ15分もかからないぐらいですかね、読谷村が世界に誇る世界遺産座喜味城跡に、はい、行ってみてください。石垣のね、積み方がもう本当に芸術品で、頂上からは読谷村全体が一望できる、そんな高台となっております。そしてね、座喜味城跡で、風景を楽しんだ後は、そのふもとにございます、座喜味城跡のふもとにございます鶴亀堂前菜にてデザートを楽しんでいただければなと思います。まあ、その名の通りね、前菜ということで、沖縄前菜のね有名な、お店でございます。もう本土のね雑誌なんかにも多く取り上げられているそんなお店でございますけれども、そしてオーナーの秀樹さんからハッピースマイルももらってきてください。そして鶴亀堂前菜でね、ちょっとお腹を満たした後は、はい、今度は移動して沖縄ハム総合食品株式会社さんの方に行ってみてください。こちらもね、読谷村の座喜味という場所にございまして、はい、大きな豚と牛のモニュメントが有名な場所でございます。あのね、そこではですね、無料で黒糖のね製造過程が、はい、見れたりだとか、ただこうショッピングを楽しむだけじゃなくて、こうやって沖縄の伝統のねお菓子にも、はい、触れることができる、見て楽しむことができる、そんな場所となっておりますので、ぜひぜひ見学はね無料となっております。沖縄ハム総合食品株式会社さん、その隣にある沖縄黒糖さんにも合わせて足を運んでいただきたいと思います。さあそして、そこでね、見学もしくはお土産品をゲットした後にはですね、はい、読谷村の、特産品の一つでもございます、こちら他ではねあまり聞かないスイーツ、冬瓜パイ、はい、こちらをゲットしていただきたいと思います。冬瓜パイはですね、読谷村の6号線沿いにございますミッシェルというねスイーツ店で、はい、ゲットすることができますので、地元のまあ小さなお菓子屋さんではあるんですけれども、はい、店内にある大きいオーブンからいろんな種類のねパイが生まれてきます。まあ、中でもその冬瓜パイがおすすめでございます。しかもね、値段もね大きくても800円ということで、本当にお手軽な、はい、値段で、そして何より冬瓜という野菜をスイーツにしてしまうという、そのね発想とね、ちょっと興味の湧くね、どんな味なのかなっていうね、すごい興味が湧く部分でございますけれども、ぜひそちらで、ゲットしてまたホテルに戻るとね、今日の読谷村観光楽しかったねなんてね会話を交わしながら、冬瓜パイをねちょっとコーヒーと一緒にお茶と一緒にいただくと、はい、
以上が私おすすめのドライブコースでございますけれども、いかがでしょうか。ぜひね、ご参考にしていただければなと思いますよ。ラジオでおばさんラジオ聞こえてますか。君にラジオ届いてますか。さあ、後ろに聞こえておりますのは読谷村の出身アーティスト植地正史さんで読谷ラジオでございます。はい、こちらですね、読谷村の素朴な風景をね歌った、そんな歌となっておりますよ。植地正史さんはですね、二元式というアーティストでもね、活躍しているので、そちらも合わせて歌声を楽しんでいただければと思いますね。さあさあさあ、お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りいたしました。ぜひ、レンタカーに乗っているあなた、沖縄ドライブマップのね、18ページを見て、読谷村の場所をね、まずは探して、車でね、向かっていただければと思います。そして通り過ぎるだけではなく、ぜひ読谷村内にハンドルを切って楽しんでいってくださいね。ではでは、今日もお聞きいただきありがとうございました。今日も読谷村でお待ちしております。残波岬で恋をして、サンゴ畑